準玉癒しカウンセリングの心理カウンセラーのじゅんさんです。今回は HSC は細かいことに気がつくについてお話ししていきたいと思います。例えば、自分の子供が HSC だったとして、あなたがですね、親だとしたら、子供をね見つめたとしましょう。じっと見つめると、そうするとですね、その見つめる視線にパッと気づいてくれて、すぐ見つめ返してくれたりとか、あとは例えば他の子供がみんなで一緒に遊んでいる中で、そういう HSC が例えばですね、転んで泣いている子がいたとしたら、すぐそういった子をですね認識して、あそこで泣いてる子いるよとか、そういうことをすぐ察知してですね、すぐ親に教えてくれたりとか、あとはですね、遠くで例えば火事が起こっていて、煙が上がっていたとしたら、そういった、外部の様子とかにも敏感に反応していることが多いので、そういった煙に気づいてですね、すぐあそこで火事が起こってるよとか教えてくれたり、することができると、そういった部分もあるよということを、エレイン・アーロン博士は著書の中で語っていたりしています。あと一方でですね、例えば、食事の場面とかでですね、夕飯が出てきて、その HSC の子が嫌いなピーマンがね入っていたとしますよね。何か野菜炒めとかの料理の中に、でそういったのをパッとすぐ見て、ピーマンは嫌いって言ったのにまた入れたのとかね、そういった指摘がすぐ飛んでくるということもあるかもしれませんということと、あとは匂いとかにもね敏感なので、なんだかこの部屋は変な匂いがするなとか、そういったですね、芳香剤をちょっと置いた瞬間にですね、そういった匂いに気づいて、そういった指摘をしてきたりとか、あとは普段朝ごはんとか、パンとかね食べる、ご家庭のところであれば、その牛乳の濃さとかですよね。牛乳の濃さが、その日ちょっと、売り切れてて、いつも売ってるものが、違うものを買ってきて、その次の日の朝それを出したら、なんか今日の牛乳薄いねとか、そういったですね味覚とか匂いとか、そういった部分にも細かく気づくので、そういう指摘がある時もあるということなんですよね。ただですね、それはですね文句を言っているわけではなくて、パッと気づいてしまって、指摘してしまうというところもよくあるということなんですよね。悪気があって、そういう指摘をしているわけではないんですけども、聞く側とかは、また何か言ってきたなとか、そういうふうに思ってしまいがちなんですけども、そういうふうに細かい変化にも気づくので、すぐ子どもの、のうちの何て言うんですかね、指摘をパッとするよと、そういった部分も、HSC の、特徴の一つでもあるよということなんですよね。でそしてですね、 HSC なら誰でも、このように細かいところに気づくということではないんですが、そういった周りよりもですね、自分の内面の世界に意識を集中しているという子もいるんですよね。もっと強力な、刺激とか、大きな音とか、明るすぎるそういう人工的な照明とか、そういったことでもですね、苦手でもですね、他のことは全く細かいことは気にしないという、そういう HSC の子もいると言われているんですね。なので本当にその子で敏感に感じている部分、自分の内側の世界で起こっていることに敏感に感じている子もいれば、自分の周りの環境のことに対してですね、意識が向いていて、そういった部分に敏感に反応している子もいるということなんですよね。敏感に働く感覚というものは、その HSC の子が育ってきた環境、そういったものがとても強く影響を及ぼしているというふうに、アーロン博士は言っているんですよね。なのでそういった、家庭で食べた食べ物とか、そうして、家庭で着ている衣類とか、あとは人間関係、普段の環境の中の人間関係とか、そういった、ところで特定の部分で、反応しているという部分が、それぞれ違うんですよね。共通しているのはですね、何かしらに対してですね、その人一倍、敏感に情報を多く一度にキャッチをしているという部分は、共通しているんですよね。なのでそれ以外はですね、そういったいろいろな食べ物とか着るものとか環境とか、あとは精神的なものとか、そういったものはですね、それぞれも違うということなんですよね。敏感がある子もいれば敏感ではない子もいるし、敏感の度合いが高い子もいればそこが低い子もいたりとか、本当にその個性は様々ということになるんですね。そのためですね、人の表情の変化で、気分のその変化が、この人はちょっと違うのかなとか、そういったところに敏感な子供もいるんですよね。で、私はですね、昔そういったこう家の中ではですね、親の顔色をうかがっているような、子供時代があったので、どちらかというとそういった人の感情の動きとか、そういった部分に敏感な部分があるなとは思っています。例えば人が怒っているとですね、なんだか自分のせいだったのかなとか、何か自分の行動に、おかしなところがあって、それが影響してしまったのかなとか、そんな風にですね、過剰に反応したりとか、ちょっとしたその表情の変化を見過ごさないようにしていたりとか、そういった行動に出ていたような気がします。ただ私にとっては食べ物に関してはですね、そこまで好き嫌いというものは、あまりなかったんですね。比較的何でも食べて、いた子供だったように思います。このようにですね、きっと、同じ HSP 同士で話をしたとしてもですね、きっと今のこの私の話を聞いている方もですね、いや私はそんなことはなかったなとか、あ私と同じだとか、そういうふうに思っている方がいらっしゃると思うんですね。その両方の意見、共感できる部分と、そうではないなと思える部分と、それで当たり前なんですよね。全く一緒という、その全て一緒というのはないので、 HSP だからといってこうという枠組みというものがないんですよね。なので、そういった、HSP 同士で話をしても、そういった部分で新しい気づきも得れたりとかすると思うんですよね。私にはない敏感さというものがこの人にはあるんだなとか、そういうところにも敏感気質というものは働いていて、そういうふうに感じ取って、そんな苦しみとかをね得ていたのかなとか、そういった話を聞くことによってまた新たなね気づきとか共感を得ることすることができてくると思っています。そしてその人の育ってきた、環境の違いだったりとか、そういったものが、そういう、性格とかの形成には、関連していくんですね。で、その遺伝的な部分ももちろん関係していると言われているんですね。遺伝する部分が違ければ、その敏感さが現れる個性というものも、それぞれ違ってくると言われているんですね。HSP、HSC に共通して言えるのは、一度に受け取る情報量が人一倍多くて、そのことによってあらゆるところに意識を向けていたりとか、あとはこう脳内で情報処理をたくさんしようとしていることによって疲れてしまったなとか感じたりとか、それがストレスになってって、塞ぎ込んでしまったりとか、なんだかよくわからない疲労感があるなとか、そういったところが共通していると言われている部分なんですよね。これも人それぞれありますので、そういったことがないという方もいるとは思います。ただ、その受け取っている情報量は多いんですよね。まずはその子が例えば HSC だったとしたら、その子の言っていることに、そうだよね、そういうことを感じるんだねというふうに、信じてあげるというかね、受け止めてあげる。まずはそういったことで、例えばですね、親がそうは感じなくてもですね、着る服とかに対して敏感な子であれば、ちょっとしたですね、その差で、これはザラザラするから嫌だとか、チクチクするから着たくないとか、そういったことを言ってくる場合もあると思うんですよね。ただ、それはその子にとっての中の真実ということになっているので、まずはそっかそっかと言って、受け止めてあげる部分も必要だということになるんですよね。そして、そういった、例えばですね、敏感気質で落ち着かないような子がいるんであれば、まずはですね、お腹いっぱいに、食べ物を食べさせてあげて、そしてゆっくり休ませてあげてみてねと、アーロン博士は著書の中で語っていました。これは HSC に限らず、まずはですね、そういった、子供が言っている部分に、耳を傾けて、そして気持ちを落ち着かせてあげていくというものが、いいのかなとも思っています。はい、今回は HSC は細かいことに気がつくについてお話しさせていただきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。